ございます。今日は1月19日木曜日です。ちょっとすぐ出かけますので、ちょっとこれ角度があれかな、引いてみたいと思います。なんかバタバタですね。おはようございます。おはようございます。なんか冬って感じですね。おはようございます。皆様おはようございます。なんかもう出かけるんですけど、もう昨日もバタバタすぎて、なんか都心に神谷町とか行って、昨日すごかったっすね。で赤坂行って、でその後ちょっと練馬の方に来て、全部車だったんで、その後なんと浦和に急に行くようができて、そしたら夕方ってやっぱり死ぬほど混んでるんですよね。ちょっと帰宅の時間とかで重なって、そしてあガソリンがっていう、まあでなんとかガソリンがこうなくなるってなって、でもまあなんとかなりましたけどね。そういう綱渡りの一日でしたけど、なんか昨日朝ここで一粒万倍日とかっていうなんかメッセージ見て、でなんか確か一粒万倍日って万倍になっちゃうから、いいことをやれば万倍だけど、なんか悪いことも万倍、まあ両方信じなきゃいいんですけど、なんかそう言ってる人がいたなとか思って、これなんか交通ルールの中で捕まるのと、それからなんか事故るのと、それだけはもう絶対もうどんな日でもダメですけど、まあ、一粒万倍日にやったら一体どんなことになるんだろうと思って、なんかすごい気をつけて無事帰ってきた日でしたね。そしてまた今日もそんな日がもうすぐ出ますので、先に引かせていただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。
かりました、ありがとうございました。なんか急いでる日に限ってちょっとたくさんいらっしゃってくださってありがとうございます。なんかあれですね、古き良き時代に、なんかちょっと何の時代、まあでもピアニーノの感、なんか多分こんなのんきなっていうか、本当にどこへも行かないっていう、そのなんかベクトルないピアノみたいな、なんかセピア色な感じの、ちょっとロートレックっぽいような感じの、ああなるほどねって、やっぱりそういうの、そういう世界がいいんだろうなってちょっと思って、今度そういう世界をちゃんと行ってみようか、ちょっと入り口だけ行ったので、ただ今思いましたかね。なんかただね、そのロートレックならロートレックで、そこの時代に入ったら修羅場なんで、こう100年200年経つとなんかセピア色とか言ってますけど、まあね、そんな感じだから、結局郷愁ってことですかね、わかんないけど、まあ今だってね、100年経てばなんかセピア色って感じに、この修羅場もみたいな感じかもしれませんけどね、というとこですけど、なんかないですかね。なんかそうだな、なんかなんか、どうでもなく役に立つことを言おうと思うと、なんか最近気がついたのは、最近でよく言う、何で見たのかな、っていうか、あ、本当そうだなと思ったのが、集中力とか、集中力かな、集中力、没頭力とか言うじゃないですか。でも別にそれってなんていうのかな、なんかその、よく言われ、教え、いろんな人に言われるのに、とらわれ、なんでもそうだなと、とらわれすぎない方がいいと思う、すごい思うのは、やっぱ思い込みっていうか、その例えばそりゃ、一般論っていうか、そのデータ取って、そういうっていうのは絶対、例えば朝の方が集中力が上がるとか、部屋が完璧に綺麗になって気が散らない状態の方がパフォーマンス上がるとか、まあ、常識だろうけど、あと疲れてない時とか、例えばそのこうなんていうの、完璧ななんか食生活とか、そういうのとか全部、それはそう、いいってことはいっぱいあって、でそうなんだけど、ぶっちゃけよく考えた時に、こう全部全く一条件もハマってなくて集中ってできるっていうか、集中、最も集中した時とか、なんていうのかな、思った時に、まあそんなにそこまでこだわるよりは、タイミングっていうか、その今これだっていうのをその瞬間瞬間選んでいって、その周りが地獄であろうと、なんか私はそっちの方が、なんかそっちっていうか、別にこれだっていう時じゃなくても、そこ入っちゃえば泣く、なんそれ人によるんでしょうけど、だからなんか、あ、こんな条件だからダメだって思うことがもう負けっていうか、たとえ深夜であろうと乗っちゃえば、疲労困憊であろうと、面白くなっちゃえばっていうか、面白くないことでもだよなーってすごい思うことばっかりなので、もちろん外から整えていくとか大事だけど、それの思い込みで なんかが下がるっていうか、つってももったいないっていうか、いざとなったら条件ないような気が、あとだから何でもそうだけど、逆もあるから、だからその最悪の事態も使いようだから、
っていうことですかね。だからダメな時はないってことですよ。だから常にチャンス、その、うん、っていう感じはするようになったら、あのと思うようになったら、なんかに文句つけるっていう必要がないじゃないですか。これさえなければとか、なんかそんな感じかな、じゃなきゃやってらんないって感じもあるんでしょうけど、そうだなってすごいっていうのが、なんか例えばでもその すごい、なんか座禅じゃないけど正しい状態に持っていったその究極の状況とっていうのが多分、針の上というかこう棒一本の棒の上に、座禅を組んで乗っていてって、まあ、ある意味不可能っぽいけどそのぐらいこう全身のバランスが取れていて、で重心が下に下がっていて、そのぐらい不安定なこう針の上に座っていても揺れないっていうのって究極のリラックスと究極のなんか研ぎ澄まされっていうか集中とかってこうそういうギリギリの状況が一番パフォーマンスが上がるっていうじゃないですか。だからリラックスとかなんか心がなんかっていう だけではなんか寝ちゃうっていうかっていうとなんか結構その何かが起こって修羅場ってそこに行き髪ちょっと似てるっていうか、だからなんかなんていうのかな、なんともなんとも言えないっていうか、だからそれ逆手に取れるっていうかっていうこともよくあるなって思うのと、まあね、いろ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 思いますね。なのでなんか何がいいとも悪いとも限らないのと、そのであと思うのはその多分あれですね、あれですねってか本当に今ここには何もないから、ゴミ屋敷すらなくなるからまあそれちょっとあれですけど、だからやっぱり集中しちゃったらなんていうのかな、その条件なくなるじゃないですか。だから私はこんなに疲れていてもう夜で、でなんかなんとかっていうのも、まあ、ストーリーだから、そこの本当に今ここに入っちゃったらないですよね、そんなのね。だからやっぱそこが長い人がそこが長いっていうか人がその時間時が止まってるから、多分なんか異様になんかこう常にフルでやってて疲れてなくて若い人っているじゃないですか。そういうのって多分その時間が流れない時間にいるとこが多いんだろうなと思ったりなんだり、なんか今朝っていうか最近 してますけど、そうすればなんかそうすればっていうか、なんかそこで罪の意識を感じるのもなんか嫌なんですよね。なんかその寝なきゃとか、ね、まあしょうがそうなんでしょうけど、寝なきゃ老けるっていうやつとかね。だけどそこで時間を止めたんだと思えば、なんか私は時間を止めているみたいな中で、まあね、実験ですね、いろいろねとかやってますけど、そんななんか朝でしたけど唐突に、そしてなんかもう出かけたいと思いますということでしたね。なんかあるかな、なんかないかな、まあそんな感じですね。ちょっと言うことあるようなないようなですけれど、なのでまあいろいろとまああれし考えますね。あれやめようか、まあ、だからあれやめようかな、これやめようかなって感じもありつつ、どこまでやれるかっていう、だから、そうです、なんか弥生さんが時間を止めるって言ってくる、でも絶対だから、でも一言で言っちゃったらめっちゃ集中してる時って時間が止まってるじゃないですか。だからなんか大悟さんが言ってたけど疲れてる時はなんか
ちょっと難しいことをあえてしなさいって、難しいっていうかこう注意ってなんていうのか、集中しないとできないことがあると、そこでこうグググってなんか、はい、時間が止まるっていうか、なんか分かりませんけれど、なんかでもそれもね、だからまあなんかそうするとなんかなんかこうトラブってくるっていうか、こうなってくると、おなんか来たみたいな感じに、私が頑張って座禅とかしないでもそこに持って行ってくれるなんか世界の流れが来たみたいな感じになると、なんか全部が恩恵みたいになるかもしれませんけど、まあそんな感じです。じゃあなんかちょっとそう思いつつ、それにしてもなんかちょっと整理して、ちょっとこう何をやるかやらないかっていう感じですね。でした。ではなんか突然ですけど終わりたいと思います。朝からありがとうございました。1月19日木曜日です。今日が素敵な一日でありますように。コメントありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼いたします。ありがとうございます。